7人のゴッドウォーリアのうち6人までを倒し、6つのオーディーンサファイアを手に入れた聖夜たち。残るゴッドウォーリアはアルファ星ドゥーベのジークフリートのみ。しかしこのジークフリートこそ北欧神話最大の勇者であり、7人の中でも最も恐るべきゴッドウォーリアなのだった。これがアスガルドの神オーディーン。するとあれがバルムングの剣。ヒルダを目覚めさせるには全てのゴッドウォーリアを倒し、あの剣を手にしなければ。お前はアルファ星ドゥーベのジークフリート。アテナのセイントがここまで来れるとは。まずは褒めてやろう、ペガサス。あいにくだが、俺が欲しいのはジークフリート、お前の持つ守護石オーディーンサファイアのみ。それさえあればヒルダを目覚めさせ、アテナを救うことができるんだ。ヒルダは何者かの手によってニーベルンゲンリングをはめられ、操られているに過ぎない。バカな、オーディーンの地上代行者であるヒルダ様を操れる者がこの世に存在するとでも言うのか。もはや問答無用。たとえお前がどんなに傷ついていようと容赦はせぬ。なんだと、初めから手加減できる相手かどうか、これを受けてから言うんだな。くらえ、ペガサス流星拳。な、何、俺の流星拳がジークフリートの体に届く前に。これしきの剣、避けるまでもない。セイヤ、セイヤ、大丈夫か。奴が七人のゴッドウォーリアー最後の一人か。この男は俺たちが倒す。この線を越えると死ぬぞ。このジークフリートに勝てると思うのか。ファイト。確かにこの私が最後に残るただ一人のゴッドウォーリア、だからといって必ずしもお前たちの勝機があるとは限らない。来いフェニックス、行くぞ。それともその翼、とうに折れ果てたか。確かにお前の実力は認めよう。だが俺たちは12級の戦いにおいてどんな強大な相手をもことごとく倒してきたのだ。今まで貴様が戦ってきた相手、このジークフリートを一緒に連れてきたのは間違っていたようだな。いかにお前があがこうと、このジークフリートを倒すことなど不可能であることが。何があって、お前を倒し、お前のオーディエンサバイアを手に入れる、アテナが待っているのだ。どうした、アテナのせいに。そんな攻撃をアルファ星ルーベのジークフリートは倒せるぞ。セイントとして失格。
これで私を倒したつもりか。甘い。バカな、あれだけの攻撃を食らっておきながらこの男には俺たちの力が通じないのか。セイヤ、みんな、うん、一騎、俺たちに構うな。ジークフリートこそ最後のゴッドウォーリアー。奴さえ倒せばアテナを救えるのだ。時間がないぞ、シリュー。俺たちはたとえ友の屍を乗り越えて必ず目的を遂げると誓い合った。このシリューが必ずジークフリートを倒す。はあ！俺の闘気が全身に満ちるとき、背中の竜が天に舞い上がる。受けよ、ドラゴンシリュー最大の奥義、ロザン昇竜派。何？昇竜派まで通じないとは。まさかこのジークフリートという男、伝説によれば退治した海流の返り血を全身に浴びたジークフリートは不死身になったという。まさかこの男は伝説のごとく不死身の体を持つというのか。そんなバカな。次はこちらの番だな。行くぞ。このシリュー、全力でお前を倒す。このジークフリートに勝てると思うのか。ファイト。貴様がドラゴンシリュー、この一撃で決める。つけずにこの私を倒せるとでも思っているのか。倒してみせる。この命の限り必ず。一瞬でやられる。お前たちがアテナの戦士との時に、この世に私を傷つけることのできるものなど存在せぬ。まるで通じないと言ったはずだ。貴様たちの力でこのジークフリートは倒せると。オーディン・サファイアを呼ぶ。これはゲオウィナー。この最強の剣と盾の前に敵はない。これぞ鍛錬の賜物。まるで歯が立たない。この俺に万に一つの勝機もないのか。俺のコスモに直接語りかけてくるこの声は老子、諸刃の剣ですか。いつか老子が話してくださった。諸刃の剣は使いようによっては最強の武器となる。しかし同時に自らを傷つける危険も持つ。つまり最強の剣には最強であるがゆえに、その剣の中に弱点がある。貴様、私の最大の剣を浴びながらまだ立ち上がるとは。まだ死ぬわけにはいかぬ。老子のおかげでお前を倒すわずかな可能性を見つけたというのにな。私を倒すわずかな可能性だと、よかろう。そんなものがあるのなら試してみるがいい。受けよ、ドラゴンブレーベストブリザード。見えた、ロザン昇竜派。シリュー、貴様知っていたのか。シリュー。セイヤ、俺と初めて戦った時のことを覚えているか。あの時お前は俺が昇竜派を放つ際、一瞬の隙ができることを見抜いていた。それはかつて老子に指摘された昇竜派の唯一の欠点だった。まさかジークフリートにもシリューと同じ欠点が。そういえば伝説上の不死身の勇者ジークフリートも。そうだ、伝説によればジークフリートは
退治した海流の血を浴びて不死身となった。しかしその時、一枚の木の葉が左の背中に張り付き、そこだけ生身だったのだ。そしてその唯一の急所を貫かれて命果てた。この伝説がゴッドウォーリアーとして蘇ったジークフリートにも宿命として残っていたのだ。昇竜派を撃つ時と同じくジークフリートも最大の力を右拳に乗せるため、一瞬だが左拳がわずかに下がり、心臓がガラ空きとなる。まさに一枚の木の葉が覆った場所と表裏一体となって通じているのだ。見事だ、シリュー。しかしペガサスよ、これだけは教えておいてやろう。私が最大の剣を放つとき、左拳がわずかに下がる。だがシリューのそれが千分の一秒の間とすれば、私は十万分の一秒以下。そのわずかな一瞬にこの心臓を貫くことができるとでも言うのか。たとえ十万分の一秒だろうと、その一瞬に俺の全てをかける。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。このジークフリートに勝てると思うのか。ファイト。容赦はせぬ。シリューが自らの命を懸けて教えてくれた。ジークフリートの弱点、決して無駄にはしないぞ。初めてわずかながらも劣るというものを。だがペガサスよ、それゆえにこそこのジークフリート、名誉にかけてお前の挑戦を受けてたと。あれほどに傷つき、立っているだけでもやっとのはず。ましてこの私に勝てる可能性など皆無に等しいというのに。ジークフリートの左拳の動きを見切る。その十万分の一秒で全てがかかっている。コスモよ、俺に奇跡を起こさせてくれ。貴様のコスモなど私の前では何の役に。ウィナー、俺のコスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ。ドラゴンブレーベストブリザード。見えた、今だ。ペガサス流星拳。何、全ての流星拳を見切ったはずなのに、このジークフリートの鎧に傷をつけるとは。セイヤ、あなたは私の、そして今全ての人々の希望なのです。アテナ。セイヤ、わずかに残った俺のコスモを、今にも消えそうな俺の命を、かすかに残った僕の命を君にあげる。だからセイヤ。聞こえる、みんなの声が俺のコスモに響いてくる。ペガサス、お前はまだ。なんだあのコスモは。ペガサスだけではない、シリューたちの、そしてアテナのコスモまでも。これが自分たちが正義と信じる者の持つ力というものか、それとも彼らが正義そのものだという証なのか。何をためらっているのだジークフリート、早く始末してしまえ。聞こえぬのかジークフリート。それとも死に損ないの剣を数発浴びただけで臆したのか。ふん、ならばこのヒルダが自らの手で始末してくれる。ヒルダ様、手出しはご無用。私は全力を尽くして確かめてみたくなりました。彼らが正義なのか、それとも。アテナを、アテナを救わなければ。今一度剣を交わせばお前は必ず死ぬ。
覚悟はいいな。これで最後の決着がつく。全てが終わるのだ、ペガサス。俺はみんなの希望なんだ。アテナのために、心のコスモよ、今こそ究極にまで燃え上がれ。ドラゴンブレーベストブリザード、ペガサスリサーチャー。これは流星が私の剣を押し戻している。聖夜がビッグバンを起こした。やった！仲間たちから与えられたコスモにより最強のゴッドウォーリアージークフリートを倒した聖夜。しかしその聖夜の耳に美しくも怪しい調べが聞こえてくるのだった。これで七人のゴッドウォーリアーを全て倒した。この調べは、ヒルダ様、だから申したのです、セイントを見くびってはならぬと。お前は海のサンクチュアリポセイドン神殿よりの使い、マリーナジェネラルの一人、セイレーンのソレント。海のサンクチュアリだと。そうだ、この世界が地上界のアテナ、冥界のハーデス、天界のゼウス、そして海界のポセイドン様によって成り立っていることはお前も知っているだろう。その海界を支配する海王ポセイドン様の命により、ヒルダ様とジークフリートを迎えに来たのだ。ポセイドン、まさかヒルダにニーベルンゲンリングをはめ操っていたのは。現代によみがえられたポセイドン様は、海の世界とともにこの地上界をも支配されようとなさった。だが地上にはアテナ率いるサンクチュアリがある。そこでアテナを倒し、代わってこの地上を治める役目をアスガルドのヒルダ様にお命じになったのだ。命じるとは魔力で操ることか。誰よりも深くアスガルドを愛したヒルダ様、そのヒルダ様を邪悪に変えたポセイドン、許さん。ポセイドン様のご好意に裏切りをもって応えるとはな。よかろう、裏切り者にふさわしい死のメロディーをとっくりと味わうがいい。このジークフリートに勝てると思うのか。私の笛の音を聞いた者は必ず死ぬ。ファイト。お前の言ったことは本当だったのだ。この私が剣を向けるべき、お前たちではなくポセイドンだったのだ。ジークフリート、手出しは終わりだ。俺はアスガルドを守るゴッドウォーリアー。お前たちに剣を向けた私のけじめでもある。やめろ、私の命令は危険なのか。ヒルダ様、今こそ真にあなたをお守りする時が来たのです。ドラゴンブレーベストオーディーンソーダ。美しい笛の音だ。まさしく神殿を運営する船人たちをその美しい歌声で誘い、むさぼり食ったとギリシャ神話の海の魔女セイレーンそのものだ。デッドエンドシンフォニー。聞くがセイレーンシンフォニー。あの美しい調べに吸い寄せられるように、その調べを聞いてはダメだ。ジークフリート、無駄なことだ。耳を覆ったところだ。ジークウィナー。このジークフリートの力、思い知ったか。この世に私を傷つけられる者などおらぬ。何度言えばわかるのだ。
この笛の調べから逃れるのは不可能だということが。ならばこれで貴様の笛の音を聞かずとも済む。愚かなことを、自ら鼓膜を突き破るとはな。だがそれでデッドエンドシンフォニーから逃れられると思っているのか。聞こえる。鼓膜を破ったというのに、まだ笛の音が。この笛の音は耳を塞ごうが鼓膜を破ろうが関係ない。お前の頭脳に直接響き渡るのだ。ここまでだ。死ね、ジークフリート。なんだと。この男すでに五感が失せ、死したも同然の体だから、笛の音を聞いても動けたのか。それと覚悟しろ。でジークフリートの体から凄まじいコスモが。やめろ、何をする気だ。離せジークフリート。はあ、ジークフリート。さらば祖国アスガルドよ、ペガサス、ヒルダ様を頼んだぞ。私は友の待つ天空に帰り、星となっていつまでもお前たちを見守るだろう。さらばだペガサス、アテナのセイントたちよ。ジークフリート、お前の死は決して無駄にはしない。